りいきなり手をつなぐとか。自分も気持ちよくなってダブルピースでベリーハッピー。助けたあなたが思ってる以上に助けられた方はその感謝を強く強く感じちゃってるはずだからね。今日ここに集まった全員で学園祭を楽しもう。みんな大切な仲間ってこと忘れないでね。バレちゃったし、もう地球にはいられないよね。けど月に帰ってお餅を食べるだけの退屈な生活に戻るのも嫌だな。ねえ姫様、それならこのまま地球でアイドル続けませんか？あ、奇遇。私も同じこと考えてたんだよね。月に比べて地球って超楽しいんだもん。ならみんなでアイドルしちゃおっか。あー、よーし、月のお姫様がみんなのハートを侵略しちゃうぞ。バッキューン。おお、生バッキューン。うさぎちゃんかわいい。そこステージに上がろうとしない。はい、すみません。めちゃくちゃお客さん入っちゃってるじゃない。何その私がサボってたっぽい言い方。これでも先生は先生だからいろいろやることがあるの。にしてもこんなに人気になって人もいっぱいで大盛況なら私の未来もバラ色虹色玉虫色。元ゆる義堂先生のクラスの生徒はとても頑張ってらっしゃるようですし、これも指導の賜物ですが、来月からお給料バーンとアップしましょうなんて言われたりして。キラキラしてて綺麗な色ってことでしょ。他の子と交代で休憩取れるけど、
替えが利かない光塚くんはそうもいかないでしょ。お客さんが落ち着いてる今のうちに休んでご飯を食べたりした方がいいよ。それでもついて行っていいの？ガオーガオガオ。コウスカー君、見に来てくれたんだ。練習した甲斐があったよ。次の上演が終わったら光塚くんのとこにご飯食べに行くね。姿が可愛らしかったので、いい曲ですし、それにしようかなと。それは気づきませんでした。来年はそれも考えてみますね。クラスに行ってみたらおめえいねえし、探しちまったじゃねえか。そういう問題じゃねえよ。裏でも表でもどっちでもいいんだよ。弟の活躍を見に来ただけなんだから。バッカ、分かってねえな。この世には2種類の雑用係がいいんだよ。一つは何もできねえから雑用でもしてろってタイプと、おめえみたいなマルチに動けるやつだ。まあ器用貧乏とも言うけど。まあいいじゃねえか。んじゃ姉ちゃんに付き合って学園祭デートとシャレ込もうぜ。お昼を回ってベリー空腹、ランチにお悩みな人は必聴。これから食べ物関連の出し物を紹介していくよ。つーかマジで変わんねえのな選挙 DJ。 昔もこんな感じだったし、実はずっと留年してんじゃねえのかって疑いたくなるぞこれ。そんなのわかんねえじゃんか。誰も正体知らねえわけだし。次
に紹介するのはニビーのミュージカル喫茶うさぎ姫。クレープにパフェにクッキーと隙のない甘味ラインナップが舌と心をとろかすハーモニー。これからだよ、おめえ探してたんだから。本当に姉ちゃんの希望を通してくれるとは、なんてできた弟なんだ。いいじゃねえか、ケチケチすんなよ。特別におっぱい当ててやっからよ。でもまだこの後には高野菜があるよ。ごめんね、小塚くんが私の分も働いてくれたって聞いたよ。いろいろ大変だったっしょ。そりゃまた罪作りな人もいたもんだ。でも君のおかげで放送に専念できたよ、ありがとう。これからもこんな感じで私が抜け出すときにフォローしてくれると嬉しいかにゃーなんちゃって。うぐ、今更ながらあの時強く否定しておけばよかったかな。お、うちのクラスのクッキーじゃん、どうしたのこれ。ライブの司会頼まれちゃってさ。そ、またいなくなるから何かあったらごまかしといてくれると助かるであります。えへへ、あんがと。じゃあよろしく。盛り上がってるかい？イエーイ！オーケーオーケー！高野菜特別企画、月夜のうさぎライブはまだまだ終わらないぜ！んじゃ、ここでステージに立つスペシャルバンドのメンバーを紹介していくよ！まずはボーカル、世界を狙えるトップアイドル、天童会会長、月夜のうさぎ！暑い夜はまだまだこれからだ！ドラム、スネア通して炸裂する会長への愛情、クールビューティー、キリズミキリカ。よくわかっているじゃないか。ギター、寡黙でロックなメタル系、弦でパッションを語る男、八田島清。ダンケダンケ。キーボード、どんな時でもくじけないポジティブツインテール、立林。そしてオーディエンス、観客あってこそライブ、歓声あってこそライブ、さらに盛り上げていこうぜボーイズ&ガールズ。おお、 DJ いいこと言うな。よっしゃ、ガンガン行くぜ。そんなオーディエンスの中でも特別に紹介したいやつが一人いる。それが誰やろう。スリー、投票ドローが続いていた選挙を終わらせた
愛の島学園777人目のナイスガイ。今日のお祭りで完全燃焼できたのも37のおかげといっても過言じゃないぜ。確かにあのまま同票が続いてたら学園祭もどうなってたかわかんないもんね。37が来たから部活同士の争いもなくなったりとかいろいろあったな。やっぱり伝説は本当だったんだよ。だからこそ今伝えよう感謝の言葉、サンキュー37。サンキュー37。いくら休みだからってゴロゴロすんじゃねえぞ。君か、君ってたまに気配ないからマジでビビっちゃうんだよね。そう、昨日の反省点とか踏まえてちょっとやっとこっかなって。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、もっともっとやることがあるわけよ。これいやあ、あん時の君の顔ったらほんと傑作で大食いにされたお返しとでも思ってちょ。そんでスポットライトを浴びた感想はどうだった？ライブが始まる前に思いついてさ、うさぎちゃんたちに相談したら大喜びで協力してくれたわけ。いやー、モテる男ってやつはすごいね。みんなニッコニコのノリノリだったわけさ。からかったわけじゃないんだけど、ひょっとしてさ、気づいてない？あー、なるほど、そういうとこはニブチンなんだ。私もそう思う。でも今回に限って言えば味噌ついちゃったって感じ？しかし毎回人目ないとこ選んでるつもりなんだけど、君って目ざといというか耳ざといというか。ここって気軽に声出せるし、学園の子があんま来ないしで重宝してたんだけどな。そんで今更だけど、君はなんでまたここに？あちゃー、いつの間にこんなに曇ってたんだろう。練習に夢中で気づかなしめた。気をつけてね。私はもちっと練習してくよ。雨が降るなら人も来ないし好都合ってね。本降りにならない可能性だってちょびっとあるしょ。宝塚くんの言うことはもっともだと思うんだけどね。あとちょっとだけ次の放送前に練習しときたいんだ。
次は学園最後初の選挙ってことでみんな注目してると思うの。だからそれに応えられる放送にしたくてさ。お願い、見逃して。言われると逆らう気がなくなっちゃうね。君ってば人心把握がうまいね。私ってそんなドジな感じ？大塚くんだけが知ってる秘密？君にはいろいろ助けてもらった恩もあるし、場所を変えるとしますか。いいね、それじゃあ行ってみようか。